佐竹は落ち着いています。グッドリッジのこのボディサイズ、K1 スピリット99スペシャルマッチ、ゲイリー・グッドリッジ対佐竹正明。お、さあまずゲイリー・グッドリッジがガンガンと前に出てくることが予想されます。そのブルファイターぶりは有名です。佐竹は落ち着いてこのゲイリー・グッドリッジの最初の突進をかわすことができるか。この試合の解説は聖堂会館館長、そして K1 生みの親であります石井和義さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてスペシャルゲストとしまして関根勤さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。グッドリッチが蹴りを出したのでびっくりしました。これもう本当に腕相撲世界一というのはすごいパワーですからね。しかも9回ですからね。日本のですねトップレベルのですね腕相撲の人がですね、はい、本当に10人かかっても100人かかっても勝てないぐらいのパワー、ですからその腕力には定評があります。まあ、佐竹としてはできればローローで相手を崩していきたいところですよね。グッドリッチの、ね、パンチが入れば佐竹も危ないですよ、はい、ガードを上げていかないとですね。まあ、佐竹は K1 に入りましてからは足先で蹴るローキックを練習しました。しかし空手のローキックというのはどちらかというとすねで蹴るわけですよね。そうですね、両方使わなくちゃいけないですね、だから動きを止めるのは速いローキック、痛めつけるのはすねで蹴る、蹴るですね。すねで蹴ろうとすると相手の場合にどちらかというと飛び込んでいかなければいけないんですね。飛び込んでいかなくちゃいけないんですね、はい、でもその分効くんですね、はい、で足の先は速い痛い蹴りになりますね、パチンと弾くような感じですね。そうですね、その代わりバランスが崩れないという感じですね、このパンチですね、ゲイリー・グッドリッチのね。ですからすねで蹴るローキックを佐竹が決めるためにはゲイリー・グッドリッチのパンチの危険区域に入らなければいけません。さあグッドリッジを中心に佐竹がフットワークを使って回っています。グッドリッジがなかなか前に出ていくことができないのか、今日は出ていかないのか。さあパンチできます。あのアッパーがちょっと怖いですね、左のね、グッドリッジのね。とにかく一発で試合が決まることがあります。左右のワンツーです。佐竹赤いグローブ、そして空手着を着ているのが佐竹正明。この佐竹選手久しぶりですよね、空手着ね、今日はこの空手着をこの試合のために新調しました。今はすねで蹴ったローキック、ももに入りました、ね、必ずですね、こういうグランドファイターというか石格闘技戦みたいな感じの時は彼は空手着ますね、やはりそこは空手か魂、そして空手の強さを身をもって証明することが K1 の発展につながってきました。グッドリッジのパワーも並外れています。そのグッドリッジがグッグッと前に出るところ、佐竹がパンチで合わせて突進を止め、そしてローキック、ローで崩していきたい佐竹正明。結構ね、やっぱ精神的なもんがね、非常に影響しますんで、はい、ミスをしたら負けるんですね。ですからそういった意味で気持ちを引き締めるために佐竹選手は空手生きてると思ってるんですよね、そうですね、このパンチですね、はい、このパンチですね、パンチに付き合ってはいけませんね、佐竹はこの試合のために空手着を新調しました。本人曰く闘志転生バージョンです。さあ第1ラウンドのゴングが今鳴りまして第1ラウンド終了。第1ラウンドは思いのほかゆったりと流れました。まだグッドリッジはそのパワーを内に秘めているようです。さて K1 生みの親であります石井館長に伺います。はい、この試合というのは K1 の魅力をこう凝縮したような一つの試合ですよね。そうですね、ワクワクするね、だから世界一のパワー、怪力を持った男と、それと、日本を代表する空手家のね佐竹の戦いなんで、はい、佐竹のローキックがゲルチのグッドリッチの左右のフックかね、どっちが一発当てても倒れるパンチ持ってますから、はい、そして格闘フリークの関根さん、はい、やはり格闘フリークというのは空手と例えば総合格闘技、柔道、はい、どれが強いかを確かめてみたいところがありますよね。それはもう本当にそういつもね、そういう欲望が、ね、ありますよね。さあ第2ラウンドのゴングです。ゲイリー・グッドリッジ対佐竹正明、青いグローブをしています。画面の左がゲイリー・グッドリッジ、このパンチに気をつけなければいけません。佐竹正明、増田さん、はい、佐竹陣営はね、パンチを見せておいてローキック、なるほど、相手の前が危険だからこそパンチを見せておく必要がある。そこで踏み込んでローですね。いきなりローを蹴ってはいけないということですね。そうですね、あのパンチですね。佐竹冷静ですね。右のパンチを合わせて左ミドルが切れるときは結構冷静に戦っているときですね。右のパンチとどうしても右の脇が開くんですね、はい、そこに体を後ろに倒してパンチをもらわないようにしながら左のミドルを蹴るわけですね。そうするとカウンターで入るんですね、はい、増田さん、はい、グッドリッチサイドですが、やはりローキックを気にしてますね。なるほど、相手の懐に入って膝蹴りを使えという指示が出ています。はあ、なるほど、
やはり石井館長、グッドリッチサイドとしても佐竹の右のローというのは非常に強烈だというのは分かってますからね。そうですね。K1 ではこれが2戦目になります。ゲイリー・グッドリッチ、4月に行われました武蔵との戦いではローブローにより1ラウンドで失格になりました。うまいですね。これはスイッチです。グッドリッチでも武蔵戦よりも板についてるんですね。ローキックのブロック上手くなってますね。K1 での戦い方というのを学んできたようですね。メーターのコーチについてかなりキックを練習してきたと言ってましたね。タッチか打ち合い、そしてパンチにあまり付き合いすぎては佐竹が不利になります。さあ右のミドルを蹴っていきました。左のローです。パチンという音がしました。左右のワンツーからロー、このコンビネーションです。違うのローキックは、ね、避けにくいと思いますよ。奥足のローキックは、ね、前足に気になってますから。だからあっちの奥足、後ろ足のローキックがあるからこそ前足のローキックが入るんですね。佐竹選手いい作戦ですよ。なるほど、今奥足のローを決めておいて、そうですね、フィニッシュは手前の足を蹴ろうと、そうですね、そういう風に佐竹は考えているかもしれません。軽くジャブのようにミドルを出していきました佐竹正明。左右のワンツーからローキック、これは効いた、これは効いた、ドスンという音がしました。足効いてますね。さあグッドリッチの足を止めることができれば佐竹のものです。左右のワンツー顔面に入ってる。空手家魂の証明、講師転生バージョン、新しくこの空手着を新調しました佐竹正明。その天かける魂で異種格闘技戦、そして K1 の舞台で常に日本を引っ張り続けた佐竹正明、今日のグッドリッジの要注意点はパワーです。パンチです。アームレスリングの世界スーパーヘビー級のチャンピオンに輝くこと9回、そのグッドリッジを中心に佐竹が先にパンチを決めて、そしてパンチからローのコンビネーションで第2ラウンドは攻めています。佐竹は落ち着いています。第2ラウンドが終了しました。いい戦い方ですね佐竹選手ね。冷静ですね。 K1 スピリット99スペシャルマッチ、ゲイリー・グッドリッチ対佐竹正明、3分5ラウンド3ノックダウン制で争われます。スタンディングバウト、立ち技最強を決める K1 ルール、肘打ち、頭突き、関節技、投げ技は禁止されています。さあ第2ラウンドの佐竹選手のこのコンビネーションです。石井館長、今のはどうですか。いいですよ、もう今定石通りで戦ってますんで、じっくり攻めていった方がいいですね、はい、慌てるとガードが空きますから、カウンターもらうと、ね、危ないですからね。大方の予想ではブルファイターのゲイリー・グッドリッチがガンガン前に出てきて早いラウンドで決着がつくかと言われていましたこの試合ですが、第3ラウンドに入ります。第2ラウンドから佐竹のコンビネーションパンチ、コンビネーションキックが当たり始めました。第3ラウンドが始まっています。相変わらずリングの中央に立つゲイリー・グッドリッチを中心に佐竹のフットワークを使って回っています。そして今右のローを出しました。このローキックが徐々に相手にダメージを与えていきます。相手の足を止めます。増田さん、はい、もう佐竹陣営、あのコンビネーション、パンチからローキック、それでいいんだと合格点を出してますね。なるほど。さあ相手に正対してパンチに付き合ってはいけません佐竹正明。また徐々に間合いを詰めて右からパンチを出していきました。増田さん、はい、グッドリッチサイドはやはり両足は真っ赤にも腫れてますね。しかし相手の懐に入って掴んで膝蹴りをしろと指示をしています。やはり自らの武器である腕力を生かせということです。さあ軽く右でジャブをつくような形にしてパンチを出していきました。左のジャブです。グッドリッチの顔面に入っている右のロー、ああいいですね。カウンターパンチから右のローです。佐竹正明、もう一回今度はミドルだ。グッドリッジの息が荒くなってまいりました。佐竹は落ち着いています。徐々に相手を追い詰めています。左、そうですね、あちら側の蹴りは非常に有効ですね。奥足へのローキックです。グッドリッジはオーソドックススタイルですから右足を後ろに引いています。その右足に佐竹の左のローキック、効いたぞ、今のローキックは効いた、グラッとしました。グッドリッジの109キロの巨体がやや一瞬揺らぎました。しかしグッドリッジの負けん気の強さも
前に出します。さあカウンターでパンチ入った、パンチ効いてますよ。さあパンチも効いている、どうもいい。さあ佐竹はこの後グッドリッチをどのように仕留めていくのか。焦ってはいけません、焦ってはいけません。カウンターをもらってはいけません。グッドリッチには激しいパンチがあります。右のローキック、さあグッドリッチの足がやや止まりかけた。右から左、さあ、ね、さあもうフラフラだ、グッドリッチはフラフラだ。さあ佐竹追い詰めろ、肩コーナーに追い詰めた。一旦ブレイクが入ります。右足効いてますね。さあグッドリッチはもう足を使えません。左ハイキック、これを受けた、左、最後パンチ。グッドリッチが相手にもたれかかるようにして逃れましたが、グッドリッチにさあ大丈夫かというダメージを受け、あ、ダウンです、ダウンです。左、左膝を引きました。グッドリッチ、佐竹のローキックがグッドリッチをマットに沈めるか。ノックアウト勝ち、佐竹のサーキ。やはりローキックで世界を倒してきた佐竹、グッドリッジもマットに沈めました。朝竹選手がこの試合の前に訪れた施設の子どもたちです。体が不自由なんですが格闘技